じゃあママと一緒に寝たのか。二人とも最後私の首のとこ行ったね。ママと一緒に寝たのか。昨日何時に家来たの？こっちの2時ぐらいかな。ほらやっぱりそんな夜中になって。で起きたの何時？6時ぐらいかな。4時間しか寝てないじゃん。4時間もだから寝てないんだよね。あちゃあちゃ手を押さえないと。やってみない？残りをやってみる？うん、いいよ。はいはい。おお、飲んでる。モーニングのこっちよ。はい。あ、もうこれで飲んでくれたらもう楽だよこれから、うん、すごい上手に飲めるようになってるじゃん、いつの間にか、うん、前お顔ピチャピチャにしてたのに全身びしょびしょになってね。うん、これは楽。また一つ大人になったんだな。あのさ、ぶっちゃけていい、うん、なんか里親出すのさ心が痛くなってきた。なんかやっぱ情が湧いちゃってさ、分かったから少し予定よりも。でもかといってさ、自分が4匹見れるかっつったらやっぱ見れないから、どうしても、うん、今はいいかもしんないけど、これから猫吉もボス吉も、うん、もしかしたら介護が必要になってくるでしょ。まだまだ先だよ。でも10年以上先よ。まあそっか、うん、まあでも猫の飼い方ってさ人それぞれでさ、猫なんか自由でいいんだっていう人もいるしさ。だけど僕はちゃんと面倒見たいタイプだから、病気になったら病院連れてきたいしさ。もうそれはもちろんそうだよ、病気になったら。だけど、うん、猫の病気って病院連れてくとさ、僕なんか保険入れなかったからさ、うん、最初入ってなかったから、うん、まあ、入れる保険もあんのかもしれないけどさ、まあ、とにかくすごいお金かかるから、うん、半端じゃなく、うん、まあ、ちょっともう4匹の面倒見れてたらもう本当に人生設計全部塗り替えるレベルだよ、きっと。仕事もできなくて本当にやろうと思ってたことみんなもうできないよ。ただでさえさ、キッチンのリフォームだってもうあんだけもう、うん、できないでいるのに、うん、でもなんかちょっと流れるの辛いよな、ここまで見てちゃうと。ね、私その人にね譲渡するのはやぶさかないんだけどさ、今これ2人が一緒にいてさ、うん、2人がこうすごく仲良さそうにしてて、うん、この2人を分けるっていうのがそもそもなんかこう寂しい感じするけど、まあだけどさ、うん、猫ってみんなそういうものじゃない。そう思ってる。だからしょうがないなと思っているけど、うん、しかもさ、うん、猫ちゃんって意外とそういうのすぐ忘れちゃうんだよ。もうハチキチ見てよくわかった。だってあんだけ献身的に面倒を見てあげたのにあっさり忘れちゃうんだよ。さすがにちょっとショックだったよね。お前誰にゃみたいな顔されてさ、言ったらさ、うん、お腹いっぱいになった顔してんね。うん、うん、よかった。ハチキチに近えるんじゃないにゃみたいな顔されたもんね。よかった。首も乾いたね、うん、上手に飲んでよかった、うん、いやー、これでこれからお茶碗が濡れちゃったね、お茶碗がね、うん、これからやる楽になるよ。もうさ、もう少ししたらカリカリのご飯もきっと食べられちゃうから、うん、うん、そんなに早く。でもなんか、まあ、もう少しソフトね、うん、ソフトやつ。ソフトカリカリなんてあんの？それウェットって言うんじゃないの？あ、そうなのか。ね。
ばいすぎるよ、だってほら。すぐ大きくなるからね。どっちか一匹あげようよ。それでどっちか一匹？それはさすがにちょっと一匹だけ選ぶはできないよ。まあで選ぶんじゃなくて、うん、あの選ぶのはあのもらってくださる方。うん、いや三匹は無理。どうしても。うん。じゃあ両方ともあげちゃえば。うん。まあ、タイミングが合えばさ、うん、3匹も飼えるかもしれないけどさ。あ、うんちした。うん、うんちの立ち方したもんね、今ね。うん、してる、うんちしてる。日に日になんかうんちもさ、うん、長さが長くなってる。最初その猫砂よりもちっちゃいか、そのぐらいだったから。もううんちらしいうんちの形になってる。ああ明らかに食べる量は違くない？うん、違うし、この3日でも大きくなってるよ。うん、もうね、こっちの子の方がプロレスも多分強くなるよ。こんなに人生で手が傷だらけになって、手を洗いまくって手がカサカサになったこともないよ。ほら、まだ飲んでるな。今これ60でやったから。あ、本当？うん、いや、上手に飲めるようになったね。うん、ほら、向こうの猫部屋行ってきな。モーニング、おいで。昨日すごいよ、ボス基地のこと。もモーニング、モーニングちゃん、はい、おいで。すっかりボス基地がいじられキャラになってすごかった。モーニング、あ、ほらほらほら、坊ちゃん。モーニング。坊ちゃん。モーニちゃん。ボス吉兄ちゃん待ってにゃ。ほら、ボス吉が嬉しそう。子猫たちはママと一緒に寝たけど。でもね。猫吉はパパと一緒に寝たんだよね。あれ、いない。あれ、猫吉どこ行った？猫吉、あ、いた。猫吉、おはよう。猫吉ね、おはよう。あ、坊ちゃん、子猫たちの面倒を見てあげて。このふさふさの尻尾で子猫たちの面倒を見てあげて、坊ちゃん。